はい、こんにちは、ペソロでございます。横綱物語やっていきましょう。では、何回目では1476回目夏場所、本場所前半戦でございます。まあ中ではね、番付ちょこちょこと入れ替わったりとかはしてるんですけども、まあ関脇に2人で、立ち風さんもねまだ大関で頑張ってらっしゃるんで、なかなか割って入ることができませんね。で、百鬼丸さんだっけ、帰ってきたのね。ここは三役クラスやったっていうね、まあ、と、この番組の解説委員の大先生もおっしゃってましたけどね。猪熊さんと大宮さん。で、水さんは、影朗さんね。いや、暁さんが本当ここ数ね、先場所、今年入ってから強いんよね。今年度入ってからね。はい、松山市さんです。初日の相手玉隼人さん、こちらはいつもね、いいね、初日は全員見ていきたいと。おー、当て投げ、そこで決めました。はい、お次は黒門さん。初日の相手は桐風さん。この肩も強いか弱いかようわからん。小手投げ決めた。黒門さん珍しく投げ。大宮さんと猪熊さんの同門対決。大宮さん絶好調やと、本当も足なかなか離さないよね。突き落とし、ここは大関の勝ち。で、水さん、初日の相手は影朗さんです。でもこれがね、上位ジャック失敗するとまた1からやらないといけないっていうことになってくるからね。まあリミットはね、油の工事さんの引退までと考えてるんですけどね。さあ、出水さん初日取りました。中田千里さん初日の相手は小結南西龍さん。この方も調子いい時は侮れない。けたぐり決めた。さあ、残るは4横綱油の工事さんから、初日は比叡さん。まあ力は落ちてきてるけど、ちょっと判断力が削られすぎかなというイメージね。ここは下手投げ決めました。神様一条さんは投資嵐さん、同門対決に弱いというイメージがあるよね。一条さんは他では無双やけど、押し出し。堀川さん、初日の相手は上真田さん。堀川さんも、2個目のパラ落ちが始まっとるんよね。おっつけました、押し出し。下田千里さん、初日は尾花沢さんとです。おお、土俵際で猫魂でしたけど、ここは下田千里さん落ち着いておりました。寄り切り勝ち。うん、同門対決以外はみんな勝ったかな。あー、テルマーさん、赤月さんも手がつけられなくなってるかもね、これね。強いよね。っていうか力落ちないよね、立ち風さんとかもね。はい、初日はこんな感じです。上位12名きっちり勝っております。では2日目いきましょう。尾花沢さんって聞くとね、なんかピッチングコーチよりね、ヤクルト時代の尾花さんを思い浮かべちゃうよね。イメージそっちやもんね。
さあ、大宮さん、立風さんと当たります。ここは正念場。なかなかね、三大関で参拝っていうのが難しいよね。頭が今とこ大宮さんしかおらんからね、大関初日の3日間で。さあ、松山さん、2日目は竹の富士さん、現在前頭筆頭やね。で、黒門さんは雪富士さんで、大宮さんですね。立ち風さんとさ、絶好調のうちに勝っといてほしい。先にましょう、取って寄った。さあ、じわじわ行く、行く、そのまま釣れません、土俵際。これは残念。うわ、毎回しか差し勝った。寄り切り、立ち方破りました。猪熊さんは2日目、小結びのゲイオナーさん。ここは月の一手、一気にいく。突き出しました、2連勝。で、水さん、2日目は南西流さん。はたかれた。で、水さん、2日目で敗れる。中田忠司さんは影朗さん、これはパスしましょう。で、残るは4横綱、油の小路さんは戸越嵐さん、一条さんが飛燕さん、堀川さんが尾花沢さん、2日目結びの1番、下田忠司さんは上真田さんとです。4横綱吉勝ちましたね。黒門さん、雪富士さんに敗れた。寄り切られたか、あらら。はい、ということで、デミズさん、クロモンさん、大宮さんはね、初日同門対決でも敗れてましたけどね。星が割れてまいりましたね、急にね。では3日目いきましょう。さあ、ここまでが、いわゆる初日からの3日間ね。明日からまた組み合わせが変わりますからね。まさかの敗れたね、昨日はね。黒門さん、ゆきさんもそう、強いんよ、強いんですけどっていうところやね。テロラーさんたちに勝ってよって言いたいんやけどね。さあ、松山さんはその雪富士さんです。お相手は1勝1敗。黒門さんは竹の富士さんで、猪熊さんが、南西流さんと当たります。昨日出水さんを土俵際で叩きました。1勝1敗となっております。なかなかまわしを取るとしぶといんやけどね。さあ、ここでやっぱり寄ってきた。突き落とし、ここはうまく引きました。で、水さん、3日目はゲブラさん。さあ、昨日は追い込んでからの土俵際根の手痛いっぱい。ここは一気についていく。ストレート勝ちとはならない。引き出しましたの、中田忠司さんと大宮さんの同門対決です。ごめんなさい。2連勝中の中田忠司さん、そして、1勝1敗の大宮さん。さあ、ここはより2つ決めていきましたが、中田忠司さん、あっという間に突き返した。3つ目入った。おー、ここは釣りが決まる。
せやね、夜とやっぱり絶好調の時は大宮さんしぶといよね。これを見てしまうからどうしてもね、引退のタイミング躊躇しちゃうんよね。わあすごいすごい、寄り切り、大宮さんに大関破りました。油の小路さんはカズサナダさんと4横綱パスします。一条さんがオバナザーさん、堀川さんがヒエンさん、そして結びの一番下田千里さんは戸越嵐さんとです。さあここは4横綱きっちり勝ちました。黒門さん今日は竹之内さん破りましたね。松山さん、鳥取で有給さんを破っております。さすが絶好調。さあ3日目終了。まあまあ2勝1敗やもんね。土がついても1つという状態では。4日目が終わりましたら上から下までね、一度全員確認したいと思います。さあ大宮さんはこっから苦しい横綱3連戦です。まずは神様一条さんと出水さん、だいぶ下と当たりますね。下田千里さんが南青龍さん、黒門さんはもっと下と当たる。松山さんは1勝2敗の港朝日さんとです。2勝1敗同士になりました。黒門さんは鈴鹿駒さん、猪熊さんはケタグリ王大憲法さん、2勝1敗が多いね。出水さんは出羽三山さん、こちらを相手1勝2敗。2勝1敗同士、中田千里さんと荒日高さん、そして油の小路さんは3連敗中のゲイブナダさんとです。ゲブナさんらもね、大関横綱6連敗食らっても気づけば勝ち越してるとかねあるからね。お、押されてる。南西油小石さん、南西龍さんって言おうとしたね。お、なんとか1個返しました。しかしここはなかなか手が出ない。アブランコおじさん、さあなんとか追い込んだ。2度目の追い込み、先ほどはここからだいぶ返されてしまいましたけどね、真ん中割るまで。さあここは突き出し、粘り勝ち。一条さんと大宮さんの同門対決。さあ2大関を撃破して、さすが今場所絶好調の大宮さん、ここは神様の先手。おお、釣った。神様を後していくか。大技を出すとまではいきません。しかしここはまたじわじわと追い込む。横綱が追い込んだ。大宮さん粘る。再び追い込みます。回しをなかなかね寄らせても1回、あ、ここは2回入った。あ、3つ入った。
はたいた。やっぱり落ち着いていたのは神様。堀川さんは影郎さんとですね、3連敗中、これはパスします。そして下田千里さんが1勝2敗の小結び南西龍さん、この1勝は出水さんに勝った分ですね。突きが入った。さあ追い込んだか。ここで土俵際やっぱり粘ってくるのはさすが三役。お、珍しい下田千里さんが釣って寄り切り、力技で持っていきました。テルハンさんも赤月さんも負けんね。あれ、百鬼丸さんどうした？はい、ということで4日目終了でございます。4連勝4横綱と猪熊さん、松山さんですね、で中田知事さん、で水さん、黒門さんが3勝1敗、大宮さん2勝2敗と、ね、なっております。会議は2勝2敗が多いね。時海さん、沖野桜さんが3勝1敗。重量は筆頭2人が4連勝、あとは愛の国さん、王将軍さん、銀人さん、5名かな、見間違えてないよね。百鬼丸さんも4連敗のスタートになってますね。はい、では5日目、堀川さんと南西龍さん、一条さんはゲイブナダさん、猪熊さんはだいぶスタートやね。大宮さんは今日は油の小路さん、これはワンチャンありますよね。まあ両者とも力は落ちてきてるけどね。はい、松山地さん、赤木武さんですね。お相手は2勝2敗。黒門さんは若しぐれさん、しぐれさんはあまり調子よくありません、1勝3敗。猪熊さんは塩見武さん、こちらもお相手は1勝3敗。出水さんは荒日高さん、現在2勝2敗のタイの状態。中田千里さんは出羽三山さん、1勝3敗で、4連勝中の油の小路さんと大宮さんの同門対決。あー、これは一気に追い込んだ。ストレートとはなりませんでした。土俵際まだ粘ります。もう一回まわしを取った。寄り切り、油の小路さん結構あっさり敗れました。一条さんは4連敗中のゲイブナダさん、寄り切り。ここは神様ほぼほぼね、もう安定した一番となりました。さあ堀川さんは1勝3敗、南西龍さん、先に寄ったのは南西龍さん、すぐに戻します。堀川さん、さあ真ん中でなかなか足が取れない堀川さん、また南西龍さんが寄ってくる。そして堀川さんが押し返して、ここでついていった、一歩リードというところですけど、南西龍さんすぐに寄り返す。真ん中での攻防、横綱、いやここは押し合い。あー、南西龍さん2つ寄ってきた。ずるずるは行きたくない堀川さん、なかなか出し投げが出せない。まわしが取れなくなった横綱、厳しい。おお、つけた。
ここで働き込み、これはかわした。さあ一気にここを隙をついた。すぐに差し替わる。なかなか連発では入りません。さあここで一気に追い込む。いったー、押し出し。隙を見逃しませんでした。堀川さん5連勝。結びの一番、下田千里さんは影朗さんとです。これはパスします。ごめんなさい。はい、というわけで、あ、立ち風さん、大憲法さんに送り出されている。テルナさん、赤月さんは、赤月さんはここはね、今上り調子だから負けないのはわかるんですけども、立ち風さんが痛い2敗目となった。5日目終了、立ち風さんが2敗目ですね。しかし関明の2人がなかなかね、しぶといですね。では6日目です。さあここまでが、いわゆるね、まあクール的に言うと第2クールいうところですよね。第2クール最終日、あとはね、高校の上以上がその勝ち星連勝中だったりとかすると上と当たったりとかね、連勝同士の一番とかが発生したりとかね、取り組みの差し替えがよく行われますけど、まあこの7日目4日目までは前半戦ありませんからね、ほぼほぼ。さあ6日目でございます。松山さんは1勝4敗の若しぐれさん、これはパス。黒本さんは2勝3敗、赤木岳さん、こちらもパス。猪熊さんは荒木高さん、荒木高さんも2勝3敗。そして出水さんは1勝4敗の塩見岳さん。中田千里さんは3勝2敗、昨日大関を破った大憲法さん。アブロンコイさんは5連敗中の影朗さん。そして一条さんが1勝4敗、南西龍さんと。叩き込み、ここはあっという間に決めました。さあ堀川さんは5連敗中、小結びゲームナーさんと。あー、ゲームナーさん突き出されました。ゲームナーさんもだいぶ力落ちたね、これを見てるとね。で結びの一番は同門対決です。5連勝中の下田千里さんと3勝2敗大宮さん。突き落とし、ここは下田千里さん終始自分のペースでした。テムさん強いね、絶好調やと技が冴える。はい、6日目終了です。アブラムコイさんがね、同門対決で一つ敗れて5勝1敗となりました。6連勝は我が部屋は 1,2,3,4,5 名で、あとテルハーさんとね、赤月さんで5勝1敗がアブラムコイさん、出水さん、中田千里さんと黒門さんで、大宮さんは、まあ、上位と戦ってね、大関横綱6連戦3勝3敗ですからね、まずまずの成績ですね。回は、ああ、時大宮さん頑張ってるね。さっき4日目終了時点で3勝1敗でしたけど、そこから連勝です。5勝1敗2番手チーム、そして4連勝のメンバーが、ああ、軒並み一つずつ土がついております。6連勝は銀鱗さん、ただ一人となりました。5勝1敗が1,2,3,4 4名か。ね。はい、では、7日目です。さあ、こっからは横綱大関の一番。一条さんと中田千里さんの同門対決、堀川さんが立ち風さんのお相手やったね。さあ大宮さんはここはね、今場所は軽く勝ち越しそう。デミスさんとアブランコイさんは分かんない。
井の熊さんもまあまあもうだいぶ力つけてきましたからね。はい、7日目でございます。大宮さんは1勝5敗の荒磯さん、松山市さんは猪苗代さんです。お相手は2勝4敗。黒門さんのお相手は雷光さん、3勝3敗で5勝1敗同士、出水さんと油の小石さんの一番。先手出水さんの押し、油の小石さんの突き返し、また出水さんの押し、琴は突きをこらえてここで止まる。一歩進んだところ、桁繰り決まった。ここは横綱の勝ち。一条さんと中田千里さんの同門対決、6連勝中の横綱一条さん、そして5勝1敗中田千里さん。さあ、まず一条さんの次、横綱の次から始まりました。そして2つ目、じわじわいく。3つ目、追い込んだのは神様。突き出し、ここは神様が7連勝、中田純さん2敗目となる。そして堀川さんは4勝2敗、大関立ち風さん。下手出し投げ、ここは得意技立ち風さんを破ります。そして結びの一番は6連勝同士、下田千里さんと猪熊さんの同門対決。先にまわしを取ったのは猪熊さん。巻き返して、いや、さあここはうまく取りました。さあ一歩進んで追い込んだのは大関。ここは怒涛の返し、2つ返しましたが、再び土俵際一歩手前。追い込んだのは大関、2回目。ここは粘り切れるか、粘り切れません。大関の足技決まりました。照ノ富士さん、うちもそうか。へえへえ。さあ、全勝同士の同門対決、制したのは猪熊さんが、ということで猪熊さんが7連勝ですね。立ち風さんはここで3敗目となりました。さあ8日目です。一条さんは出水さんと、っていうことはどっちだ、油の小路さんが当たるのかな。油の小路さんだとちょっと負けるかもしれんね、立ち風さんへと。あ、下田千里さんか。これなら大丈夫かな、まだ分かんないけど。さあこれで、残りはね、ここは同門対決。はい、では前半戦ラスト8日目。はい、大宮さんは2勝5敗の湊川さん、そして松山さんは8連勝を狙います。2勝5敗2勝3と。さあ先手より、そして押し、再びより。さあ一気にいった、これはストレート勝ち、寄り切り勝ちで8連勝。そして黒門さん5勝2敗の時上さん、これはパス。そして同門対決、6勝1敗、油の小路さんと5勝2敗中田千里さん。押し2つ、ここは大関、いや、けたぐり、これでお互い6勝2敗同士で中日終了。そして一条さん7連勝、デミさん5勝2敗の2つ目の同門対決。ここは上手投げ、あっさり決めました。で、堀川さんと猪熊さん7連勝同士です。3つ目の同門対決、
残った、残った、おー、下手出し投げ、堀川さん勝ちました。そして結びの一番、下田千里さんは4勝3敗、立風さんと。押し付き、さあ一気にいくか、いやここで差し替わる、追い込んで押し出し、これは強い。はい、ということで、でもテルノハンさんと赤月さんがね、あ、テルノハンさん苦手のライコーさんでしたけど、上手投げで勝ってますね。はい、前半戦終了しました。8連勝ターン、我が部屋は4名、3名やね、ごめんなさい。堀川さん、一条さん、松山さん、そして、テルノハンさんと赤月さんで計5名という状態。7勝1敗、下田千里さん、井の熊さん、黒門さんと3名やね。あ、5勝1敗、時文さん5勝3敗になっちゃってた。はい、ということで7勝1敗が3名、6勝2敗が2名、5勝3敗が2名という状態で、前半戦終了ですね。ここは5、まあ時文さんね、5勝1敗やったけど2連敗しちゃいましたからね。で、十両は8連勝いないですね。ギニさんも1個土がついてしまいました。7勝1敗が1、2、3、4名かというね、十両優勝争いとなっております。今回難しいな。あとはテルマーさんとね、赤月さんが横綱と当たった時にどうなるかっていうところで、またね、風向き変わってくるんじゃないかという感じはせんでもないですけどね。ということで、後半戦も、お楽しみにしておいてください。それではさよなら。